下り玉です。小粒しもり、半円しもり、こちらは、形状が半円になっています、ペーパー式しもり玉、大きいペット、改良しもりペット、このしもりペットや大きいペット、こちらは、こちらにスナップ付きの、タルカンが付いているんで、こういった缶付きおもりです、缶付き浮きですね、を、使う場合に使用します。そうすると、こちらのフックになっているところでワンタッチで、交換、できるようになっています。で、このしもりだ、テーパー式しもり玉は、テーパーになっているので、穴の大きさが、違います、こちらが大きい方で、こちらが大きい方で、こちらが小さい方になっています、糸を通す場合は、道糸を割って、浮き止め糸をつけて浮き止め糸をつけて、その間に通して、間に通す場合はこちらの、穴の小さい方から、通してください。で、しもり玉の役割なんですけども、深く釣りとか、する場合に、しもり玉がなかったら浮き止め、魚が当たっても浮き止め、こうやって抜けてしまいます。で、しもり玉、を入れている場合は浮き止めのところで止まるようになっています。なんで、魚の当たりが出たら、当たりが分かりやすくなります。